8月の4日のアップデートになります。コードブルーレビュアーでブランチ単位でのコード分析ができるようになりましたということで、山中さんこちらお願いしていいですか。コードグルーのアップデートですね。コードグルーレビュアーに全リポジトリ分析のサポートが追加ということで、コードグルー自体は、まあ、以前のアップデートでもご紹介してるんですが、まずはアップデート内容を追う前に以前ちょっと軽く話したコードグルーの話をしようと思います。コードグルーですね、 Amazon コードグルーとは自動化されたコードレビューとアプリケーションパフォーマンスの推奨事項を提供する機械学習のサービスです。機械学習の技術を通してコードレビューとかパフォーマンスの改善の手伝いをしてくれるようなサービスになっています。で、大きくコードグルといっても2つに分かれてまして、コードグルレビュアーというものとコードグルプロファイラーというものがあります。で、コードグルレビュアーの方はコードレビューの自動化で、コードグルプロファイラーの方はアプリケーションパフォーマンスの分析をしてくれる機能となっています。で、コードグルレビュアーの方は具体的にどういうことをしてくれるかというと、まあ、コードを見てくれて同時実行の問題とか潜在的な競合状態とか、こういったいくつかの、まあ、項目があるので、それに従ってチェックをしてくれて、こうした方がいいよみたいなのを具体的に指摘というか推奨事項を提供してくれるようなサービスですね。で、コードグルプロファイラーの方は実際にアプリケーションを動かしていて、その中で最も CPU 使用率が高いとかオーバーヘッドが高いところを特定することで、まあ、ここを改善した方がいいよみたいな、そういったアドバイスをしてくれる機能となっています。で、対応言語については今のところ Java のみですね。で、対応リポジトリについては GitHub と AWS コードコミットのリポジトリに対応しています。で、金額については重量課金制で、まあ、詳細はちょっと今日は省くんですが、気になる方は公式のドキュメントを見てみてくださいっていうのが、まあ、以前のアップデートでもお話したんですが、Amazon コードグルの概要になります。で、今回はどういうアップデートだったかっていうと、今までって、まあ、コードグルレビュアーの方のアップデートなんですが、今まではプルリクエストに応じてコードを分析してくれて、プルリクエストのコメントに、まあ、レビューの内容を書いてくれてたんですが、今度はプルリクエストだけではなくて、ブランチ単位で手動で実行してコードレビューをしてくれるようなことができるようになりました。アップデートの内容はシンプルですね。シンプルだけどかなり便利だなと思っています。実際にこのブログでは試してみるということで、コードレビューをどういうふうにするのかっていうのをお見せしています。で、ステップとしては、まあ、2つしかないんですね。1つ目がソースリポジトリをコードグルに関連付ける。で、2つ目がブランチを指定して実際にコードレビューを実行する。こんな簡単な2ステップでコードレビューが実行可能です。で、まず関連付けるのところなんですが、これ、前回のブログに書いてますので、まあ、ここを参照してください。まあ、簡単な手順なので、まあ、見ながらしていただければすぐできると思います。で、ブランチを指定してコードレビューを実行するの方法なんですが、マネジメントコンソールにログインしていただくと、このレビュアーの方ですね、コードレビューのペインのコードレビューの選択肢の方があって、で、今回ですね、ちょっと小さいんですけど、このコードレビューのところに、以前こんなタブなかったんですよね。フルリクエストだけだったので、タブが新しく増えていて、右の方にリポジトリの分析っていうものが出てます。で、こっちのタブをクリックしていただくと、こういったリポジトリの分析を作成っていうボタンが出てきてますので、これを押していただくと、関連付けているリポジトリを選択できます。で、ここからどのリポジトリ、どのこう、対象のコードが入っているリポジトリを選択していただいて、あとはブランチですね。どのブランチをしますかとか、マスターとか、デブとかあると思うんですけど、指定していただくと、コードレビュー名にその情報元にわーって、こういう情報が入るので、あとはリポジトリの分析を作成というボタンを押すと、こういうふうにコードレビューが始まります。で、コード量にもよると思うんですけど、時間ちょっと経過すると、ステータスが完了となって、結果が確認できると。で、結果の確認のところは、プルリクエストのところと、まあ大体一緒なんですが、例えば、今回だと、このサンプルコードだとこういった指摘が入ってました。で、Java のコードなんですけど、ただ79行目ですね。79行目こういうふうに改善した方がいいよっていう項目で、バケット内にオブジェクトが作成されたかどうかの判定ロジックっていうのが入っているんですが、これが Waiters っていうものがあるので、こっちを使った方がいいよっていうようなアドバイスですね。あとは、もう一個例として出しているのは、古い API を利用している箇所があるので、新しい API を利用した方がいいよみたいな、こういったアドバイスを簡単にしてくれるような機能となっています。っていうのが今回のアップデートの内容です。はい、山中さんありがとうございます。今までってプルリクの差分に対してレビューかけてたようなイメージなんですよね、多分。そうですね。それが今回全体を操作できるようになったっていうイメージですよね。そうですね。プルリクの時にしてくれるのも便利だなと思ってたんですけれど、やっぱ定期的にちょっとチェックしたい場面とかって出てくると思うので、定期的にこれを行うことで、コードの品質を保たれていることをある程度保証してくれるようなことができるのかなと思ってます。まあ、あとあれですよね、その既存のリポジトリに対してコードグルーのレビューは使いたいみたいな時に、プルリク単位じゃなくて一番最初にバーって流しちゃうとかは
ありそうですよね。うん、ありそうですね。まあ、ただ注意が今、はいはい、どうぞ。あ、すいません。ただ注意が必要なのは、やっぱりその料金のところは注意が必要かなと思いますね。うん、そのコード量に合わせて料金って変わってきてしまうので、まあ、膨大なコードが書いてあるようなリポジトリをチェックするときは、その分お金がもちろんかかってくるので、まあ、そこら辺は事前に確認しておいた方がいいですね。確かにそうですね。なんか何も考えずにポチってやったら、永遠内学院だとかありそうですよね。うん。やってみて気づいてやばいみたいなことはありそうなので。これがね、なんかこれ毎日放送とかでも言ってたんですけど、Java しか対応してないのがちょっとこう残念ですよね。毎回言ってますけど。そうですよね。まあ、Java を使ってる方にはすごい嬉しいんでしょうけどね。僕らは基本 Python が中心なので、うん、Python で出てくれたら、もう、めちゃめちゃ嬉しいですね。普通にね、機能としてはすごく使いたいですしね。うん、そうですね。ちなみにさっき、定期的に、なんだろう、ちゃんとコードの品質保たれてるかなっていうのを確認するために使うみたいな話がありましたけど、なんかそういう定期実行みたいな仕組みってありました？ですね、見た感じ、定期実行の仕組みはなくて、で、まあ、加藤さんも、毎日 AWS で言ってたんですけど、API みたいな、話してましたよね、ラジオで。あ、なんか、はい、しました。プログラムから実行できたら、まあ、クラウドウォッチイベントとかで、定期実行できるので、いいのかなって思ったんですけど、探してみたんですけど、やっぱりなくて、API リファレンス自体はあったんですよ、このコマンドに。はい、はい、はい。この Create Code Review っていうのが該当するものだと思うんですけど、ただ、はい、AWS CLI とか、フォトさんについては、まだ、なかったので、まあ、これからなのかなっていうふうに思ってますね。これが出たら、ね、クラウドウォッチイベントで定期実行して、ラムダでレビュー走らせたりとか、まあ、いくらでも多分できそうですね。そうですね。まあ、まずは最初、そのレビュー使い始めのフルスキャンみたいな感じなんでしょうね、なんとなく。そうですね、なんとなく。そうだと思います。気がしますよ、うん。はい、ありがとうございます。まあ、コードグルー、まあ、出たてのサービスだけど、早速アップデートが来たってことで、うん、結構今後が楽しみですよね。なんかこういうの欲しいなみたいなのあったりします？今の時点で。いや、こういうの欲しいのはやっぱり Python 対応ですかね。その今まで書いてるコード、それぞれチームでレビューしてるじゃないですか。そこをかいくぐってベストプラクティス、どういうのを指示してくれるのかなっていうのはすごい楽しみですね。ああ、それ気づかなかったみたいなことを感じたいので。確かに確かに、今まですでにコードレビューしてるようなものとかにかけてみて、なんかもっとこういうのがあったんだとか分かるっていうのは確かに面白そうですね。うん、それはなんかもう趣味の世界、若干趣味の世界ですけど、あ、そういう手があったんだみたいなことを感じたいですよね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。そうですね。ちょっと多言語対応はぜひ頑張っていただきたいと何度も言ってますけど。っていう感じですね。じゃあこんな感じで大丈夫ですかね。では8月4日のアップデートでコードグルーレビュアーでブランチ単位でのコード分析ができるようになりましたというアップデートでした。山中さん、ありがとうございます。